今回はね、フォートナイトメアがね、ついに始まったと思うんだけど、なんとね、フォートナイトメア中のアイテムショップに登場するコラボスキンや新スキン、そして帰ってくるハロウィンスキンとかの情報がね、もう公開されてるっていう。まあだから、そういう情報を紹介していこうかなって思います。まずはね、まあ多分何回か紹介してると思うんやけど、一番最初はコラボから紹介していこうかなって思うんやけど、まずはマイケル・マイヤーズが来るっぽいね。これはスキンとエモートとバッグとツルハシがもらえるやつ。そしてね、このツルハシがね、普通のツルハシと違ってなんかね、マジですごいんだ。エモートも。だからこれめちゃめちゃ楽しみ。で、次はジャック・スケリントンだね。これはね、スキンと、ツルハシ、バッグ、グライダーかな？あと、別スタイルがあった気がするね。そしてね、あと、エモートもあったか。で、次は、アラン・ウェイク。ツルハシ、スキン、武器ラップかな。なんか、これ、クリエマップがあった気がするな。まあ、これらのアイテムが、フォートナイトメアの後半で、フォートナイトに登場するみたいやね。まあ、アイテムショップで。まあ、これ結構楽しみやね。そして、次が、今回の、ハロウィンイベント、フォートナイトメアで追加された新スキンたちなんだけど、まずは、ハロウィンバージョンのフィッシュスティックだね。もう見た目がすごいんだけど、スタイルチェンジもあった。普通にもホラーような見た目が。めちゃめちゃ欲しい。で、次は、ハロウィンバージョンのニャッスル。スキンとバッグとツルハシと武器ラップかな？がもらえるやつ。で、次が、これはね、今回のフォートナイトメア中に登場しないで、来シーズンに登場するんやけど、ハロウィンバージョン、まあ、なんか燃えてるラブレンジャーだね。これは来シーズンのスターターパックになるっぽい。まあ、個人的には、フォートナイトメアで来ると思ってたんやけどね。まあ、スターターパックになるっぽいね。で、次が、ミイラのスキン。まあ、ミイラやろ、これ。包帯ぐるぐる巻きやし。そして最後が、ベロが出てる女。もうめちゃめちゃベロ出てるけどね。そしてね、これが今回のフォートナイトメアで新しく追加されたアイテムたちなんだけど、もちろん、帰ってくるアイテムがあると。今回のアップデートでね、ここに映ってるスキンたちが全部更新されたっぽいよね。だから、この中から何かしらが登場するみたい。まあ、この中では、スカルトルーパーとか、グールトルーパーとか、あとね、片方が800何日、で、もう片方が1000何日登場してないスキンとかも、ワンチャン来る可能性があるらしいね。まあ大体こんな感じかな。まあ今回のフォートナイトメアで追加されたハロウィン系のアイテムは。まあなんかね、今回来た新スキンほぼ全部神やから。めちゃめちゃ楽しみ。